どうも MJ です。 MOD の紹介をしていきます。で、ご紹介する MOD はですね、ポイズンドダガーっていう MOD になります。こちらの MOD はですね、新たに武器が追加される MOD となっております。追加される武器としましては、伝説効果のついたナイフとなります。で、通常のコンバットナイフとは違いまして、持ち手の部分もスキンの方が張り替えられておりまして、強力なナイフとなっております。入手場所としましては、ボルト111外側エレベーター付近にあります木箱の方にナイフの方が刺さっておりますので、そちらで入手をすることができるようになっております。あとはですね、ロード順になるんですが、特に指定の方はございませんし、お好きな場所に置いていただいて大丈夫かと思います。それではですね、簡単にですが、どのような武器が追加されたかご紹介の方をしていきます。で、現在はですね、武器の入手場所となりますボルト111外側エレベーター付近の方に来ております。簡単なご紹介となりましたが、新たに伝説効果のついた武器が追加されるMODとなっております。持ち手の部分もスキンの方が張り替えられておりまして、ユニークな武器となっておりますので、また良ければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はポイズンドダガーっていうMODの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。